これ誰？ルンタです。あ、ルンタこれ、はい、ねえ、でかくなったね。よかったじゃん。全員の顔見て、すいません僕ですか。黒ピューラー色が全然違う。声が全然違います。なんでこんな黒いの。懐かしいな、来た時思い出す。はよ抜けんねんな、ルーちゃんはせっかちやでな。今ちょっと毛替わり中になりますね。もうね、みんな終わって綺麗な新しい毛で、この子まだ顔とかがまだ黒い。そうなんです。よし、でだんだんこの辺新しい毛が生えてきてます。毛が割り、去年1年の毛が抜けて、また新しいのこうやって生えてきて、綺麗になります。これ、ゴマ模様は？ゴマ模様は毛になって3倍か。これさ、毛が全部抜けたら真っ黒ってこと。真っ黒ってこと。これまだ、これも毛だよ。皮膚真っ黒やな。でも知らなかった。ルーを見るまで私も。ルー見た時にあれ？皮膚がゴマ模様やと思ってたってこと。そうそうそう。かと思ったら真っ黒やった。真っ黒なんやと思って。真っ黒なんや。脱いだら真っ黒。後ろ足もしてたこの子してやな、開いてるみたいな。どういう意味。あ、ほんまやな、ルーちゃん変わってんねんって。ほんまやな。足閉じてるもんな、ほんまや。後ろ足もいやー、ふかふかや。うん、皮膚がな、絶対開いてる。ほんまやな。で、手も前やろ。あ、まだ、あの日でまだ知らないな。あ、変なんついて鼻血みたいになってる。ルル、ルル、ルル、何してんの。お辞儀。お辞儀しとった。うん、ほら、取れてるわ。今、え、バケツにつけようとしたやん。いや、落ちてる。おじぎ見て、おじぎ。じゃ聞いてる。おじぎ、よし。じゃ前ちゃうけどな。家に帰りたいが。よし、よし。もう家に帰りたいが。家ばっかり見てる。出てるからさ、ちょっと斜め。いや、だから黒いなって。うん、だから、でもさ、毛が。でもさ、朝よりちょっと白なかった。わからん。生えたや、朝より。生えた。生えた。そう。朝ここまでこんな生えてなかった。うん。新しい毛。顔が遅いな、やっぱな。顔と獅子が遅いな。これでもほんまに全部毛抜いたら黒くなるよな。黒いアザラシになるよ。真っ黒やったもんな。ということはやで。よし。ゴマ模様は。毛根や。毛根か。そう。崩ってこったな。白の毛の毛根と黒の毛の毛根と。白？ああ。まだらまだらのほら。はい、から。あ、ごめんごめんごめん。なんか生きにくそう。そんなばっかり気にしてた。よし、そのありなよう食べるしよう。そうか。でもさ、それ以外のあの同じ
ストレスというか気になることないやね、人とかさ。おお、よし、わかる、うん、の何ほら採血のところが何も感じないし、それ以外は何もない。ただこの帰る道を、ルートさえ確保できてる。何をされてるんです。今もさ、触られてた。怒ったことないな。怒らへんな。兄ちゃん怒らへんな。育ちが違うな。喧嘩してることに気づかずに、バシ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 。気づけないだけって言わさない。